したね。あともう一個ね、これ全然関係ない話なんだけど、マシュマロでね、昨今そのアンジュへのマシュマロでカップ数書く巨乳たちがいたんですが、いた、それはいい。それを聞いた男、男性かっこバカが、俺もそれに参戦したいって思ったんだろうね。自分の下半身のサイズを書いてきた人がいたんですが、キモいので二度としないでください。反省してほんまに。俺も何かって思ったんだと思うんですが、ギリギリラインを超えているので、でも悪意ないなって思って、内容的に本当にこの人は参加したかったんだっていう文面だったの。なんか俺もみたいな、次やったらもう逮捕ですから。逮捕、まあ嘘だけど注意なのでよろしくお願いします。マジで。てかしかもそれが2人ぐらいいて、そう、同じ思考回路の人が2人いて、お、勘弁してくれと思ったので、もう次回以降気をつけてください。なんかカップ数って正直よくわかんないじゃん。 D カップって言われてわかんねえのよ、実際サイズ感。男性諸君気持ちわかると思うんだけど、 E カップとか言われたら多分私たちって実際のサイズよりちょっとでかいのを想像しちゃったりしてると思うの。ってぐらいちょっと実感ないじゃん。センチで書かれたらわかるからやめてほしい。そういう意味でもなんか想像できちゃうとちょっと嫌だなって思ったので、今後なきようによろしくお願いします。いやでもね、カップ数じゃ分かんないよな。なんかさ、よくだから流れてくるのよ、定期的に女の人のやつが。男性の思うカップ数とサイズ、実際のカップ数、えってなる。E カップ案外なんだよね。もううちの中の E カップもうこんなんやからさ。そう、まあ、でも実際に前話したことあると思うけど、昔友達が E カップって言った時にへーって思ったことがあったから本当にそうなんだろうなって思って、失礼な反応。いやなんかへーってなっただけで、別に上に見る下で見るって言うなら上だから、なんだ私からすれば別に二次元盛られがち。いやでもさちょいちょいなんかソフマップとかなんかで見かける何カップ少女みたいなやつ結構でかくない？たまになんかネットで流れてくるの見るだけだからちょっとわかんないんだけど、あれのイメージで言うとでかいもんはでかいんじゃないのって思うんだけど、ちょっとよくわかんないんだよな。カップ数の違い調べたら A カップが思った以上平らで泣いた。泣くなよ。泣かれた A カップの気持ち考えたことある？別に私はその A カップの人の気持ちはわからないけど、自分の胸を見て泣かれた人の気持ち考えたことあるのか？何も悲しくないだろ。その人が悲しんでないのになんで他の人が悲しむんだ。おかしいだろ。俺許せねえよ。いやーまあでもその下のね AA とかもありますからね。まあ無限大なんですよ。まあそんな話は何でもいいとして、別に大きい方が上って思ってる言ってることが2点3点しますが、いやでもね、やっぱ小さいは小さいでいいものだなって思うんですよ。実際うちその気持ちは変わりなくある。ただまあ私は自然なんかそんなことないって思ってたんだけど、やっぱ自然と引き寄せられるのはでかいペイだなって最近ちょっと受け入れてきた。私そんなどっちでもいいからって思ってたんだけど、やっぱねちょっとまあもう3、4年当方成人漫画レビューやっておりまして、でまあ毎回厳選するわけですよ。ああ胸おっきいのが多いなって思うわけで、いやーなんだろうね、別にどっちでもいいって思ってるんだけど統計取ると大きいのが多いんだよな。なんなんだろうこれ、七不思議だよな。どっちでもいいって思ってんだよ。聞かれたらね、そういうどっちも好きだよって言うんだけど、厳選すると本当に大きいのばっかなんだよね。自分でもなんか心が2つあるんだよなっていう状況。はい、これまさか初見でノーマルとナイトメア両方ノーミスクリアとはさすがです。サクサクすぎて1時間強といつもよりは短めの配信でしたが、あたふたしたり悲鳴も聞けたりでとても助かりました。これリゼーのやつだよな。これ一瞬勘違いしてるのかなって思ったけど、これリゼーのやつだよな。俺許せねえよ。公認でハト許したのマジで草だったし耐久でもハトが舞いまくってて草だった。公認ハトですってリゼに送れ。で次がこれ、私は彼女ができてからネトラレ本見れなくなっちゃったけど、あ、下ネタです、アンジャはずっとネトラレ本愛してあげてね、約束だよ。絶対に関係あるかなこれ。関係あると思う。あるのかな。いやあるのかも。感情移入するかどうかによって違うのかな、うん、な気がする。なんか現実と結構分けてるタイプだな私は。だから私は多分ずっと愛してる気がする。あるとしたらシンプルに別ジャンルを好きになる日は来るかもしれないけど、仮にだから恋人できたとしても私全然真顔で読んでると思う。いい本ですなつって私分けてるタイプやん。一緒後でこういうのあるかも。じゃあ今純愛ばっか読んでんのかな。そういうことかもしれない。私もね、でもかくいう私も純愛読めないので感情が理解できない。いや感情が理解できないのと嫉妬心が芽生えたりして読めないんですけど、それに近い感じなのかな。兄弟もの苦手。それがいっちゃん近い。でも最近兄弟ものいけるんだよね。でももう愛とかそんなんじゃない、ただのスケベ本なら全然いけちゃうな。化け物になってきた。もうどんどん心失ってるからねもう心失ってます。でもそんな私でもたまには純愛を、多分ガチ純愛が読めなくなったらもう本当に化け物なんだと思う。まだ汎用だから、まだ7分の3の7の方の妖怪ぐらい、まだ3ぐらい人間の心残ってる。これが純愛、もうどんなんでも無理になったらもうちょっとダメかもしらんな。でまだ犬夜叉、満月の夜ってじゃあ日食だっけのタイミングかなんかで純真なあんちゃんになるから純愛しか読みたくそんな時ないなでもたまに少女漫画買うからそういう時かな。まだ解きかけを愛する心がね。少女漫画は少女漫画で多分ずっと好きだよ。ただスケベのジャンルに純愛がいらないって言ってるだけだから、いらないっていうか純愛って必要でしょうかってなんかその必要ではある人がいるのはわかる。違う、なんだろう、そうキョトンとしちゃうよね。あんちゃんは妖怪ってこと。いやいや、あんちゃんはまだ人間、まだ人間、どんどんってこう蝕まれていってるだけで、まだ多分こんな感じで人間、ここ人間、ここ人間で、こう妖怪な感じ、ほぼほぼ9割でも少女漫画はまたなんかスケベの話してるから、今俺はスケベの話をしてるんであって少女漫画の話はしていない。そういうこと。それはもう妖怪。本人が妖怪じゃないって言ってんだから、お前動くな今日は。なんだマジで蝕まれた私の右手がめっちゃ暴れる。妖怪心が。これちょっと若干キモいから見てくれん。アンジュって牛の乳絞り上手？多分 2次3D で雑談やるだろうから見てみたい。これ若干の性癖感じない？なんか急に私に乳絞りさせるの意味わかんなくない？その手つきを見たいだけのスケベな人の可能性ない？純真なアンジュを持ってうちバカだと思ってるよな。これ絶対なんか何かしら別の意図ないか？これやめてや。ちょっとギリギリキモいだろ、やめろいやうちの考えすぎかもしれないんだけどね。アンジュアンジュのことが大好きな21歳女リスナーです。これカップ数書いてないので優秀ですね。今年初めて成人漫画レビューを拝見しました。今まで見る勇気が出なかったのですが、アンジュが息継ぎもせずに息継ぎしとるわ熱弁しているのを見て、今まで見なかったのが申し訳なく思うほどでした。成人漫画レビューの後の雑談ということは、今年は女性リスナーどれぐらい減ったかなという話になると思うんですが、私はアンジュのこと大好きなままです。世界中の女性リスナーが離れても私は味方だよ。世界中の女性リスナー離れさすな大丈夫ないよな。これで気になって見たんだけど、過去3つの成人漫画レビュー単体の視聴率、性別によるを見たんですよ。2022年のやつは、女性 13% って書いてる。アーカイブ見たりもするのがあるから増減してると思うんですが、そう現時点だと全期間で上げてこの動画で配信してから今までの全部2023年 15% になってます。で今年 17% でどんどん増えてるやったで。女性向けのジャンルも増やした回ありますね。13、15、17とね徐々に増えてて嬉しい限りだよね。徐々にだから多分あれだよね、2022年ぐらいの生き残ったやつらがずっと毎年見てくれてる上に新しい層を見てくれてるってことなのかもしれない。どんどん訓練された女性リスナーたちが、そうだからこれをずっと続けたらいやーみたいな、そうどんどん増えていってるっていう喜びね。年齢層は2000でもそうか、視聴者も私と一緒に年取ってるって話前したもんな。そうだ、もう視聴者老けてんな視聴者老けてんなっていうのちょっとひどすぎてさなんかさ年齢層がさ、私結構若い子多かったんだけど徐々にメーターがさひどいやめてなんで今殴った私はずっと26歳なのでいやおもろいな。でもそんだけみんながずっと変わらず見てくれてるってことだもんね。ありがたい話だよねいい話でまとまったかいけたか今